ルイ・プリマはアメリカ合衆国のジャズミュージシャンである。トランペッター、ボーカリスト、作曲家として主にスイング機に活躍。キング・オブ・ザ・スイングの異名を持つ。イタリア人移民を両親に持つ。ルイジアナ州ニューオーリンズ出身。7歳の時からバイオリンを学ぶ。13歳の時トランペットに変え、兄、リー・オーンのバンドのメンバーになる。後に自身でバンド結成。 1934年にレコーディングコンボであるニューオーリンズ・ギャングを結成。1936年からはビッグバンドを率いて活躍。同年、自身が作曲したシング、シング、シングを発表、ジャズのスタンダードナンバーとなった。1952年、キーリー・スミスと結婚するも1961年に離婚。キーリーとはボーカリストとして、 デュオのアルバムも発表している。1978年8月24日、脳腫瘍によりニューオーリンズにて死去。67歳。近年では代表曲の一つであるジャンプ、ジャイブウェイルをブライアン・セッツァー・オーケストラ、ビッグ・バッド・ブードゥ・ダディがカバーしている。ありがとうございます。